はい、どうもこんにちは、町塾の町です。まあ、琉球王国の歴史ということになるんですけど、まあ、琉球王国にまあお城みたいなのがあるんですけど、まあ、呼び名が違うということですね。はい、グスマンですね。はい、グスマン、はい、具志堅さんの犬ですね。あ、違う、グスクですね。はい、まあ、具志堅さん僕大好きなんですけど具志堅さん強かったですね。具志堅さんね、はい、具志堅さんは強かったです。今でも強いですね。はい、今あの一番戦いたくないおじいちゃんは誰ですかって言ったら具志堅用高さんですね。はい、あんなん食らったら死にますからね。はい、ということになるんですけど、まあ、その話はどうでもいいんですけど、はい、城ということで、グスクということになります。よろしいでしょうか。はい、それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。